マリーンズ連敗5でストップなるんでしょうか。今日はタイミングが合ってません。長谷川打順を大きく入れ替えました。キムテ君がスタメン落ち、テコ入れした千葉ロッテ。あとワンアウト、こいつ同点。今日初めてのスタメンマスクになりました斉藤。今日2個目、記録はもちろん冒頭ですが前に止めることができません。というプレーでした、トミさん、はい、あーね、その紙一重って言っちゃ紙一重なんですよね、ただ、本当にその厳しく言いますとね、はい、やっぱりね、止めないと。そうですね、うん、だからその止め方がね、少しこう体を流れちゃってるんですよね、はい、やっぱり内側内側にこう体を持っていくようにして、止めていかないと後ろに反らしてしまいますよね、うん、ですね。